ジョージ・モリソンは19世紀の英国の外交官で、長崎領事を務めた。日英修好通商条約締結後、初代の長崎領事に任命された。これは総領事のラザフォード・オールコックに次ぐ地位であった。しかし、健康上の理由で、スウェズ経由ではなく、希望本経由で、上海に向かったため現地到着が遅れ、オールコックらとは同行できなかった。このため、 1859年7月1日の長崎開港に備え、オールコックは初代の長崎領事にクリストファー・ホジソンを指名した。モリソンはそれより1ヶ月遅れて8月6日に到着し、1863年12月までその職にあった。領事としての最初の2年間は、長崎在住の英国人のための規則の制定や、幕府側との貿易交渉。 居留地整備の交渉を行った。第一次、東全寺事件。乗馬用の無知で反撃するオリファント。襖の陰に隠れているのがモリソン。1861年10月12日のイラストレーテドロンドンニュースに掲載されたがだが、これを描いたチャールズ・ワーグマンも事件に遭遇している。日本国内の情勢を知るため、オールコックは、 長崎から江戸まで陸路の旅を計画し、モリソンもそれに同行した。他に、オランダ総領事のディウィット、公使官員のエーベルガウワー、画家で、イラストレーテドロンドンニュース特派員のチャールズ・ワーグマンが旅に加わった。1861年6月1日、一行は長崎を出発し、 34日間かけて7月4日に江戸に到着した。翌日7月5日午後10時頃ミトハンダッパンの上位派、老子14名は、東全寺のイギリス公使館内に侵入し、オールコック公使らを襲撃した。この襲撃でモリソンは、負傷、数日前に江戸に到着したばかりの一等書機関、ローレンス・オリファントも負傷した。負傷した両名は秋に、 英国に帰国した。モリソンは1863年4月に長崎に戻った。しかし、前年の生麦事件もあり上位運動は長崎にまで達しており、日英間の戦闘が発生する可能性もあった。モリソンは英国軍艦に居留地の保護を依頼した。モリソンは結局、健康を理由に一旦英国に帰国したが、 結局長崎には戻らなかった。おそらく東全寺事件が辞職の決断に影響を与えたものと思われる。1893年8月20日、62歳で死亡した。ありがとうございます。